くぞなるほどねそういう感じねでこうおおお宗一さん誰かに連れて行かれてなかった宗一さん家族いんのやっぱりいやまたな、んかこうビビらせてきそうだな嫌な音がする宗一さん多分お風呂場行ってみたいなとりあえず お風呂場は特に変わりなしか。総一さんが誰かに連れて行かれてたんだよね。今さっきここに総一さんいたのよ。総一さんがいなくなってる。誰かに連れて行かれてなかったうおーい荘一ビビらせんじゃねえよ、ましで。なんで外に出てんの、お前総一さん家に入りましょう あんた誰に連れて来られたの外嫌いじゃなかったっけそ一さんって。めちゃめちゃお風呂入ってる。めちゃめちゃリラックスしてる。私がビビってる間に。しかも結構いい腕してる。二頭筋めちゃめちゃパンプしてるこの人。トレーニーかしら。絶対トレーニーだわ。何ただからトントンされてる。誰か来たうっせんで死にてえのかあ、かんだか。 黒猫マと出る必要はない。I'll be back! なんだ、郵便かなんかが来たってことかな郵便物ゲッチュー。さあ、総一さんお風呂で、とりあえず放置して、のぼせましょうかね。総一さんどうお湯加減は。あ、なんか出てきた。お急ぎのところ失礼します。絶対違うな。なんて読むんだこれ。おくつろぎかなおくつろぎのとこ失礼します。たった今お荷物を受け取ったので、台所のテーブルに置いておきますね。 めちゃめちゃ無視。無視しかしない。なんか、そ一さんのこと好きになってるみたいだし、無視されたらなんか、もっと話しかけたくなっちゃわない郵便物を置く。さあ、一さん、のぼせたかなどうそ一さん、お湯加減いかがですか寝かしつける。あたし、お母さん <laughs> 何寝かしつけるって。クソガキじゃねえか、こいつ。あたし、守に歌でも歌いましょうか いいでしょう任してくださいコモリ歌のプロフェッショナルことゆきどらちゃんが、コモリ歌を歌ってあげましょう聴いてください金玉プーリナイ…?ブエーイハッピージャムジャム最後踊りましょうイビーズパワーめちゃめちゃ寝てる。あたしの金玉パーリナイで熟睡してるに違いないな、これ。掃除さーん おねんねしましたこれ見てこれ。スレスレを踏む遊び <laughs>。い一の頭踏み踏みチャレンジ。あたし、介護士としてね、才能あるわこれ。ああ、なんか何ブラックアウトしちゃった。やば怒られる私たし。え怒られる私たし。なになんで急にブラックアウトしたのなん <laughs> で遊んでただけじゃないおじいちゃんの頭の上で。わーおー 場合はそうでもないか。こんにちは。ねえ、りさこさん。あ、あのりさこさんリッちゃん待って顔見えない。調子はどうよ o よ o what's up? 調子はどう掃除さんなんですけど、家族に何か問題があると思うんです。家に彼の家族は誰もいなかったんですよ。とても不安なんですけど、幸ちさんは何か知ってるんですかねああ、彼女の仕事日記を見てみるあるんですか見たいです。 あ,あそれとサチーちゃん、また休暇を取ったのよってことはサチーちゃん連絡取れてるのかそうだ彼女を訪ねてみるのもいいんじゃない私はいけそうにないから元気かどうか見てきてちょうだい。あんたすごいスタイルいいね。I wanna winny, 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 win like you!For me, to all me, w o want me o h my god! さ <laughs> いていかと。<laughs> 何すればいいんだったっけサチーちゃんの日記を見るんだけど。 サチエの日記はどこにあるんですかサチエの日記ってどこサチエさんの机ってどこだったかしらここら辺じゃなかったっけサチエの日記が見たいんですけど、知りませんかサチエ、ダメだって。サチエの日記はどここっちサチ、あ、なかる。サチエの患者日記。1日目、見えな。 いやべ、全然見えなかった。サチェの日記、掃一さんの家平凡な一日。でも一つ困ったことが、家の匂い。どこから来た匂い明日はこの握手を取り除こうと思う。二日目、掃一さんが認知症になっているなんて知らなかった。そうでないにしてもあまり話さない。なんだか変。昨日は元気だったのに症状が現れ始めているのかも。大丈夫になるといいけれど。三日目、掃一さんの家族は今日家にいるはずだ。だけど、ど ど、土壇場でいられないって。今日はいつもの草一さん。草一さんの家族がもっと早く知らせてることを強く願う。仕方がない。文句なんか言わない方がいい。もう一度ゴミを出してみて方向剤を使った。何も機能していないみたい。まだ家は腐ったものの匂いがする。炭治郎、こいつ。<laughs> 今日着いたら草内さんは家にいなかった。外の地面に横たわっていた。どうしたの 壁を引っかく音や天井を叩く音が聞こえる。音がどこから来ているのかを確認してみる。でもどこにも何もない。それにしてもこの匂い。匂いがどこに来ているのかも検討もつかない。家の全てが私を狂わせている。俺が狂ったのはこいつのせいだ二階の部屋、なんだっておばあちゃんねなんでここにいるの何してるの嘘でしょなんかすごく寒い。でもきっとただの病気だ。明日は仕事に行かないがいいかも。おばあちゃんなんか食べてたもんね。 絶対おばあちゃんが元凶だわ、これ。聡一さんのところで何かあったんだろう。う幸恵さん大丈夫かな気になるし、幸一さんの引き継ぎをしてもらうのも兼ねて、幸恵さんのところに行ってみようかな。前聞いたには、確か近くに住んでいるはず。幸恵に会いに行くのか、なるほどな。いや、幸恵さんが呪われたりしてなかったらいいんだけどさ。大丈夫かな、幸恵さん。幸恵の家どこだよマジで。とりあえず多分大丈夫。今。 私が覚えていることは、サチ、うん、さんは近くに住んでいて、この地域で最も高いアパートに住んでいるということ。金持ちめちゃめちゃ金持ちじゃないとりあえず大丈夫。私にはね、なんかね、こっちではないみたいみたいな、完璧なね、方向音痴、ほらほらほら、こっちじゃないってね、教えてくれるから。あのね、ロロノワゾロとは全く違うね、あれがついてるから。信号が使えるようになってるってことは、こっちなんじゃない合ってるかな こっちではないかな、多分。合ってるっぽいね。うわ高そうなマンション絶対これでしょ絶対これでしょ見るからに高そう見た感じ12階建てぐらいだな。いや、もっとある。すーげえ、金持ちだな、サチエ。サチエさんの <laughs>、ちょ待ってよ、おいサチエの部屋番号なんて知らねえぞ、私マジで。どっから入んの、これ。エントランスどこ 大家さんはどこ私は何をすればいいのまジで。やばい、行き止まりだ。え、ここじゃないでも見るからに高そうだよね、このマンション。圧倒的にここの感じがするんだけど、違うかなおそらく大家さん的な人に会わないと入れさせてもらえない気がするんだよね。さあ、どうすればいいだろう私、ここのマンションもでかいな。このマンションじゃなかったらあっちのマンションかな。 ワン,チャンここだと思うんだけどね、でも。なん,かいるなんかいるなんかいるなんかいるお前は何者だ通させないぞえこのアパートに知り合いがいるんですけどダメだあの急いでて父さんお前はあの女と同じ制服を着ているだから通すことはできないブーどうしてですか私と同じ制服の人と何かあったんですか何のつもりだ そうまでして通りたいのか仕方がない。お前にが、お前が俺にじゃんけんで勝ったら通してやらんでもない。じゃんけんあたし強いぞ、マジで。なめてんじゃねえぞ、グッサガこゴレ拳で。えじゃんけんふざけないで黙、黙、ま、黙って俺の俺言うことを聞け逆らうなら通させんぞ。わかりました。 おう、どうしたどうしたおい、どうしたファインティングポーズ取ってる、こいつ絶対ジじゃんけんじゃないことしようとしてる、こいつえ、なにこいつこの体勢お前じゃんけんで勝負だお前、んかハンター、ハンター,ンターのんかお前じゃ、お前、いつか、お前、髪の毛、なんか、ボー生えて、ボーなるやんけ、お前ボー、ボーなるやんけ、お前,なん,お前なんでファインティングポーズ取ってんだよマシ、マジで、こいつあたしとやろうってのか、舐めんじゃねえぞマシ、マジでとりあえずじゃんけんやってみるえ、いいよ。いくぞ 最初は、ブンブン、じゃんけん、ブーンん、ーい、登録、登録、登録、じゃなくて、何を出すまあね、こいつね、圧倒的にグー出すんだよね、絶対。これで、ね、多分ね、じゃんけんの流れしてグー出してぶん殴られるパターンだと思うから、バー、チョキ。負けたまさかの目つぶししに来た、こいつ。お前、気合足りなさすぎだろ。こいつ、強い こいつ強いぞ勝つ気あるのかや通さないからななるほどな。グーを出すと見せかけてのチョキで目つぶし。なかなかの心理戦じゃないか。でもこの僕を舐められちゃ困る。何にしても IQ が300を超えているからな。僕の脳内 CPU によると、こいつが出す可能性の手のパターンは3つある。グーとチョキとパウダー。そしてこいつが出すパターン、グーはないだろう。 おそらく心理戦にかけているからグーを出す確率は低い。そしてチョキ。今さっきチョキを出したから、おそらく確率的にパーを出す可能性が一番高い。僕の脳内 CPU はそう答えを弾き出した。さあやっていきますよ行くぞ最初はグーじゃんけーんで、こいつはパーを出すと予想してるから、チョキ。パーシェイ舐めんじゃねえぞブスゴれ。 そしてこの人負けた瞬間なんかもう、めちゃめちゃ誠意喪失してるんだけどかわいいこの人 <laughs> なんてことだお前強すぎだろお前も一回勝ってるけどな、私に。<laughs> ああやってもじゃんけんだけで本当に取れるとでも思ったのかお前ずるいぞ、それはそれはずるいぞ、お前そんなわけあるか約束と違うじゃないですか通るためには条件がある今から言うものを持ってこい 耳の穴かっぽじっ,ってよーく聞けよ耳の穴かっぽじってよーく聞け何ですか薬だ薬を持ってこい薬とぼけるな俺は、あの、お前と同じ薬をもらってるんだでもあの女、最近おかしいから俺に被害が及びかねないあいつはサイコパスだあなたがそれを言うんですかえ <laughs> とにかく薬を持ってこいそしたら今度こそこう、通してやる <laughs> 薬を持ってこいって言われても私、どこに何の薬局があるかも全くわかんないんですけど、薬どこにあるのか全くわかんない。多分おそらくだけど、あの老人ホームに戻ったら、薬あるんじゃないかなって思うんで、ちょっと老人ホームに戻ってみたいと思います。老人ホームどっちだったっけあ、こっちかこっちか。さあ、しつけと老人ホーム戻ってきまして、 多分だけど薬を持ってるのは私じゃなくてサチエさんだと思うんだよね。サチエが持ってるに違いないと思うんで、ちょ、一旦帰ってみます。さ、帰ってみたけども、薬がありそうなのって本当サチエさんのところか、ここのフロントにしか私ないと思うのよね。いや、見た感じないんだよな。<coughs> 見た感じ、 お、おるおるおる。あったあった。薬の棚があった。素晴らしい素晴らしい。これじゃない手に入れた。何手に入れたなんか手に入れた。モルヒネを手に入れました。やっぱりここにあったに違いなかったんだ。よかったよかった。あとはこのモルヒネをね、大家さんのとこに届けたら、 まあ、勝ちなんじゃないかなということでね、しっかりやっていきたいと思います。さあ、高級マンションのとこに着きまして、しっかりと大家さんにモルヒネを渡していきたいんだけど、さあ、いましたね、大家さん。こんにちはモルヒネを届けに来ましたあれジュンヤさんよく見たらジュンヤに似てるジュンヤさん、全然元気がないジュンヤさんに似てる。薬を持ってこいはいああ。 これだこの感じたまんないねはっはっははこいつ行かれてんねこいつシャブ中だぜ、ね、絶対にシャブ中入バンバンってねはっは最かシスカイト。アパートに入っていきたいと思います。さあ、サチエさんのお部屋を教えてくれそうなんで、シスカイト見つけていきましょうかね。ここではなさげー。ここですねサチエさんのお部屋 さあ、さちえさん元気してるかなあたしの予想だと、まあ、彼氏といざこざがあったって言ってるから、おそらく浮気浮気関連な気がする。おそらく浮気関連だと思うんで慰めてあげたいね。あ、いた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 あってるこれで。あれさちえさんあなた、どうしたのなんでこんな猫背になってんのなんでこんな猫背でこんなに肩幅広いの え、エヴァンゲリオンこいつ。<laughs> エヴァンゲリオンみたいな骨格してるじゃない。サチエさん大丈夫ですか無視。あー大丈夫よ。ただ今、寒いの。だって半袖じゃないあなた真冬なのに。あー、私ちなみにね、あの、ジョーラです。お茶を持っていきましょうかそ、そうね。ということは私がお茶を作ってあげるってことかな ああなんか色々あるおそらくここのねお茶っ葉と IH とかを使ってやっていくと思うんでまあ私のお茶の作り方はこうだねあとこれを電源をつけるだけ OK あれついてるこれこれついてこいえちょっと待ってこれついてこいこの使い方わかんないんですけどこれどうすればいいのこれ サチエさん、IH ってどうやって使うんですかうわ、動いてる。かわいい。かわいくはないか。おお、できたできたすげえちゃカメかファイヤーちゃカメかファイヤーギャマの油を注いでいく。最低かしすかいた。この沸騰したお湯をギャマの油で注いで。 お茶が入ったマグカップを私が飲みます <laughs>。そういうわけじゃない。はい、さちえさん。お茶持ってきましたよ。さちえにあげるいいえ、私が飲みます。じゃなくてあげますと。どう美味しいさちえさん。さちえさん大丈夫ですかとても寒いの。でも心配しないで。ただ風邪をひいただけだと思うから。そうなんですね。さちえさん。 今日は聞きたいことがあってここに来ました。サチエさんの仕事メモを読みました。それで、総一さんに何があったんですか彼の家族はどうなったんですかどうしてどうして何がどうしてなんですかどうしてあー、すみません。言い忘れてました。今は私が総一さんの担当しているからです。でてて。えでて なこと言うのサッチーさんあなた相談したいことあったら何でも言っていいのよリスナーのみんなもそうよ何かつらいことがあったり相談できないことあると思う行きどらぬね DM とかね YouTube のコメント欄で書いてくれちゃんと受け答えしてやるからやばないでちょうだいたけしさん <laughs> 最低かシースカイトリスナーさんたけしさんじゃないか さあ、しー使いと出て行ってって言われたんで出ていきましょうかね。さっちー元気でね何かあったら相談聞くからましでさっちー、大丈夫だよお前の隣には、いつもこのおされがいるんだから、任してちょうだい。多分何かあったに違いない。何さっちーさちー、早まるなさあ 何かあったら俺に家って言ったじゃんこっちじゃんキンマえっ何この家すごすぎるんだけど普通に何こいつうそ